どうも、ジャクミロボです。今回は芝討伐をします。ですが、まずは大君へ里帰り。よくぞご無事で。大臣がお待ちしております。ウレナ様、心配かけてごめんなさい。ともかく城にお戻りください。魔物との戦いで兵士もほとんど残っておりません。姫がいなくては再建もままなりません。行かなくてはならないの。それではこの国はどうなります。この国だけではないの。世界すべてに関わることが起きようとしている。それにお父様は生きています。わかりました。この国は必ず我々で守ります。必ずお父様を連れて戻ります。それまでみんなで頑張ってください。とりあえず今夜はこの城に。ええ、ファリス。え、なんだ、エレナか。姉さん。姉さんでしょ。何言ってんだ、俺がそんなわけないだろう。でも、海賊の俺が本当はお姫様かい。冗談きついよ。でも、あなたのペンダントは。バッツ、バッツ。ふにゃ。何やっとるんじゃい。変なやつだな。大臣はさっき、レナ様に渡すものがあると言って、外に出て行きましたけど。レナ様。大君に昔より伝わる杖です。きっと役に立ちます。ありがとう。やろう、踏みつけて行きやがった、わら。杖ってなんだろう？これか、癒しの杖。ええもんもろたで駆動。これかイナッツ戦で持ってたらよかったな、特にアシュラとか。来るタイミング間違えたな。
では芝討伐へ向かいます。そうだ、相手は氷属性だから魔法剣士だな。ガラフとファリスは白黒魔法を、まあ適当でいいか。ちょっと寝てこよう。準備 OK。 今回はさすがに簡単だろう。ジョブが増えるとかゆいところに手が届くよね。おお、エンカウントしない。すげえ、逃げ切った。私は魔人シバ。お前が私の主にふさわしいものか、試させてもらおう。魔法剣ファイア、あとは回復薬。特別な戦術はなし、これでゴリ押す。癒しの杖がエグいぜ。ケアルしかないからこの回復力はありがたい。ブレイズがやばいか。ダメージ644、強いぜ魔法剣士。癒しの杖がないとやばかったかもな、助かるぜ。ブリザラは恐るるに足らず。癒しの杖があっても回復が間に合わん。まあでも津波が来るよりマシですな。
やべえ、死ぬ死ぬ。お、ギリギリ勝った。珍しく楽勝でしたな。というわけで芝ゲット。なるほど、ここは出口か。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。